はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。豚バラナスのポンデリ。まずね、これ副菜の人参を薄切りをして、それからね、細切りにするよ。ピーマンも細切りです。ナスはね、くし形に切ります。ウインナーに切り込みです。でね、豚バラでナスをくるくるっと巻くよ。この前さ、ナスのお徳用っていうの、たくさん入って安かったからね、ナスがいっぱいあるんだ。そしたらね、軽く塩コショウです。これさ、裏表ね、シャシャッと。片栗粉をまぶします。これもね、裏表。調味料を合わせておきます。分量はね、これです。これをばね、しっかり混ぜるよ。だし巻き卵の準備です。これね、2個目の卵がよか風に割れんかったの。でね、昨日はさ、本当は大学病院の受診日やったんだけど、あれ、電話をしたらね、やっぱりね、ダメだった、行けなかった。でもまあ、行かなくてよかったかなと思い方。またさ、夕方から微熱になっちゃって困っちゃう。ほんと暑かったり寒かったり、寒くはないけど、スースーする。肌寒い。ねえ、ほんでさ、喉熱はさ、あれよね、なかなかだよね。早くね、薬が効いてね、良くなればいいんだけど。まあでもね、食欲はね、普段と変わらずあるから。ね、回復も早いだろうと思うんだ。そう、ほんでね、食欲が落ちない子はね、息子ね、昨日はさ、お昼に息子の大好きなオムライスを作ってあげたのね。結構大きいんだよ。ペロリと食べてね、お腹いっぱいになったはずなのにね、3時になったらおやつにね、焼きそば UFO を食べようとしてたからね、さすがに止めました。もうダメダメって言って。もうね、ほんとね、食べるの大好きみたい。私と同じだ。ああ。だし巻き卵はね、これが最後。くるっくるっとして、これでね、だし巻き卵の出来上がりです。で、ウインナーを焼くよ。そしたらね、ごま油を熱します。で、ピーマンと人参をどんと入れて炒めるよ。これもね、簡単だけど美味しいからね、このお弁当にはね、
よかね、色も彩りもさ入るしね。分量はこれです。で、炒め合わせてピーマンと人参のごま炒めの出来上がり。油を熱します。そしたらね、豚バラナスは巻き終わりを下にして焼くよ。だいたいね、この片面っていうの、3面あるんだけど、片面っていうの、どうなんていうの、1分ぐらいずつ焼ける。で、転がしながらね、こんな素焼き色をつける。で、焼き色がさ、ついたら蓋をして1分蒸し焼きにします。そしたらね、合わせ調味料をザバッと入れてタレをしっかり絡めるよ。これさ、ポン酢と砂糖と、なんだっけ、みりんが入ってるから、コクと旨味がアップしてね、めっちゃ美味しいです。で、テリテリに仕上がるしね。これで豚バラナスのポンテリの出来上がり。詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、斜めに詰めてる、斜めじゃない、傾斜をつけてる。そしてさ、豚バラナスはね、立てかける感じで詰めるよ。立体的になるようにね、寝かすより立てた方が多分見た目がいいような気がします。で、もう一回大葉で仕切って、だし巻き卵は底上げをして詰めます。で、カップにごま炒めを入れて詰めるよ。ピーマンの緑とさ、人参のオレンジ、綺麗よね。ウインナーをちょんちょんと詰めて、ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね、のりたまふりかけです。梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、こんな感じのお弁当でした。そして材料と分量出ます。概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。